聞きもなんだか久しぶりだね、うん、あここ好きな場所ここのライトね、うん、ワイキキに来るの自体が久しぶりかな久しぶりかな、うん、そうだよね。はい、というわけで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。遅い。あ、そうや、もう始まるよ。何が？あの、これシルクドソレイユ、ね、見らないかんね、見たいね。多分ディセンバーだったよ。うん、もうすぐじゃん。ね、もうすぐだよね。はい、というわけで、うん、あーこれ見たかったね、行きたかったね。何時までかな。終わった。そう、今日はね、今何時、9時半だからね。日本で見ようね。あ、もういろいろごちゃごちゃだけど、今日はね、ワイキキから行ってみましょう。それではスタートです。ようやくですね、ワイキキのインターナショナルマーケットプレイスにオープンしたターゲットに行きたいと思います。めっちゃ盛り上がっとうね。木曜日なんだけどね、今日すごいね。じゃあこの中にターゲットのサインもあるし、どうなのかな、人多いのかな。多分ね、10時までだったよ。だからあと30分だけね、ちょっと早歩きになっちゃうけど、うん、ささってみようね、うん、で、なんかお土産があったらね、いいのがあったら買いたいなと思います。あ、今日も疲れたね、お疲れ様。うん、疲れた疲れたって言っちゃい、言いたくなるけど、言っちゃいけんこともないけどね。今日もお疲れちゃんだね、うん、そうそうそう、そっかそっか。今ね、カラカウアからね、ちょっと通りたかったので、こちら側から来たけど、クヒオからの方が正面玄関になるのかな。クヒオがメインエントランスだと思う、うん、じゃない、多分そうだと思うよ。ちょっとここでもできると思う。ここもできるけどね。そうそう、でもメインエントランスは多分アウトサイドだよね、うん、そうそう。でもまあこっちの方がね、ちょっとハワイを感じていただけるかなと思ってね、うん、あえてカラカウア通りを通ってみました。気づいたらね、もうあっという間にさ、あ、これもターゲットの看板だ、うん、そう、あっという間にね、日本に私たち行くじゃないですかね。びっくりだね、うん、楽しみ、うん、ね、楽しみやね。さあ、あ、これもね、いつか行かない、行きたい思って行ってないね。 ABC ストアは何時までかな。あ、11時までだ。あ、わー、本当にできとう本当にできとうやけんねでもね、観光客の方はね、ワイキキにステイする人はめっちゃ便利だよね。どう思う？そうですね、めっちゃいいよね。あと ABC ストアちょっともうセールスあんまり良くなくなるんじゃない、高いけんね、うんうん、さあさあさあ、にっちゃんもいっぱいいますね、日本の方もね、うん、わあ、こんな感じなんだ。スタバもまだ、あ、もうスタバはクローズしとうね。ではね、今日は初めてのワイキキのターゲットに行ってみます。おお、スマイルそう入念カートいる？大丈夫？これキッチだ。カートだよ、カート、うん、さあ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 、どんな感じなんだろうね。で、1階があれだね、ご飯だね、ご飯じゃない、フードとかだね。こんな感じか。どうする、2階から見る、1階から行く、
ここでもいいの？ここでもいい？なんかこれニューなのにちょっとうるさいね、カートが、うん、大丈夫なうるささだけど、ここお土産とかある。ここは飲み物、安いのかな、うん、でも本当便利だよね、あるとね、皆さんね、安いのかな、どうなんだろう。あ、でも安いじゃん、ほらヨーグルトとか 1.69 だよ。チーズもね、まあ、ワイキキ価格とかそういうなんかあれはないね、ちょっと高いとかは、うん、多分ね今のところ、うん、チーズとかも、まあでも旅行中にこんなチーズ使うのかな、ちょっと違うもの調査の方がいいかな。卵とか、うん、普通6ドル2個で10ドル、スタバのコーヒー、うん、一緒ですね。このレモネード 3.49 とか、牛乳はどうだろう、ミルク、普通のミルクは5ドルぐらい、うん、一緒かな。ここはお土産コーナー、まあでもお土産はね、ウォルマとかサムズかコスコ行こうね。え、なんかスカスカだね、こんなに売れとうとかいな。グミのコーナーがめっちゃスカスカです。あとはガムとかフェイバリットシリーズ、安い？これミニ2個出して11ドル、2個で11ドルね、うん、うん、ミニだよ。でもそうだよ、本当ミニもちょっと高いな、見て、そっかそっか、これも8ドルね。どこがこれ、うん、8ドルだね、2個だし、うん、16ドル、うん、ちょっと高いけど、うん、そうだね。水とかはすごい、にっちゃんばっかりだね、すごいね、皆さん結構遅くまで歩いてるね、9時半とか今ね、めっちゃ、でもケチとか言わないで、今ね円安だからね、仕方ないんだよ。ケチないけど、うん、ちょっとスマートしちゃったね。そうそうそう、節約かって言うんだよ、そういうの。そう、ケチじゃないよ、節約、言って。節約、そうそう、節約だよ、分かった。ケチとはまた違うんだよ、私たちもそうでしょ、節約家じゃん、まあ、私たちケチだね私めっちゃケチやんあ、スマートショップ、ちょっとここ見たい。コーラとか一本売りだといくら、あんまっち3ドルね、コーラ。これもっと安いだね。どこと？ ABC で。あ、 ABC はね、 ABC は高いもんだって。でもなんかちょっと変なディスプレイだね、何これ、めっちゃ雑やんおしゃれとかはないね、うん、これも8ドル。でも嬉しいね、多いお茶はいくら、3ドル、うん、違う、これは6個だよ、6個で5ドル、ミニッツメイドね、ミニッツメイドじゃない、アロハメイド。まあ、ここは伊藤園コーナーですね、この辺全部。こっちはハワイアンさん、ロンポンで 3.79。 スカだね、売れてしまったのか商品が間に合ってないのかね。すごい、壁に水がね2階は何だろうね、ベビーとメンズとキッチン、うん、うん、じゃあ観光の方々は結構1階をね、うん、食料品とかは1階なのかな、2階はお土産とか服とかですね。なんか2階に来た途端カンちゃんがいっぱいになったね、みっちゃんは1階にいっぱいですごいねなんでだろうか。おー、なんかすっかすか、もう前はいっぱいあったのかな。これ電気だよ、ライト、
あ、違う、水かな、なんだろう、プラントのやつだね。すごい、ほんと服のところもスカスカ、売り切ればっかりやね。確かに確かに、アラモアナの方が広いね。見やすいのはアラモアナのかな、どう思う？そうだ、そう思う。ここめっちゃ便利やけん、うん、便利やけんね、大好きだね。うん、いいよね、ターゲットピカボピカボールばかりだね。卓球もお願いしますね。私たちがおしゃれなのやっぱ作らないからね。まあおしゃれだけじゃないけどさ、ちょっとね、なんかこだわったやつをね。シャンプー、シャンプーどこかな、シャンプーチェックしてみよう。そう、私はね結構旅行とか行くときシャンプーとかね持っていかないんですよね。そう、韓国のホテルとかはもう完全にねシャンプーとかいろいろね、アメニティがね有料化になっちゃったからね。日本のホテルはまだあるか。もうちょっとバンブルビーとか見て。バンブルビーズ？バンブルビーがめっちゃ有名だ。バンブルビー？なにそれ？バンブルビー？ブランドの名前。ブランドの名前？バンブルビー？でもさ、歯ブラシとかさ良くない？1ドルとかだよ。ね、2ドル、こういうちっちゃいの。わざわざね持ってこなくても、もしくは忘れちゃったりしたら、うん、リステリンある、安いね、 1.99、 ちっちゃいサイズね。まあでもね円安やけんね、何でもやっぱ高いか。こんなちっちゃくて2ドル、私たちからしたらまあね、グッド価格だけど、日本人からしたら500円とかだよ。高いよね、500円だし、日本で買えるよあの大きいのが。そう思うとやっぱ持っていた方がいいか。これも安いらしい。 6.59 ね。グッド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 プライ。何これ見て、このダブ、何ロープライス、なんか可愛いんだけど、ダブがおしゃれじゃない。ほらリミテッドエディション、バディワシじゃん、リミテッドエディション、うん、なんでリミテッド、ジンジャーブレッドだって、うん、あ、ホリデー、あ、めっちゃいい香り。お土産にも良くないこれ。見て、ホットチョコレートだって。あ、いい香り。これちょっと可愛いし、でも石鹸で7ドルもするんだ。それはちょっと高いですね。びっくりしちゃったけど。でもいい、これ可愛い。パッケージマニアとしては、あ、このパッケージも、なんか変わったねこれ。めっちゃ可愛くなっとうやん、パッケージが。うわー、すごい。今みんなもうパッケージが、パッケージがすごいこだわってる。わ、これも可愛い、このパッケージも。何このシャンプー、おしゃれ、ボディウォッシュか、おしゃれ。わ、ダブもなんか変わった。最近のトレンドはちょっとこういう、多分違う。最近のトレンドはこの形がちょっと丸っこいのが流行ってるのかな。かわいいな。ほらこれも丸っこくなってるし。あ、肝心の価格はですね9ドルとか、あ、違う、12ドルとかが。うん、これもこれもね、これはこれはなんだ、あ、ボディウォッシュ、ボディウォッシュは 8.79。 あ、ここ全部ボディウォッシュか、シャンプーとかトリートメントかと思ってました。かわいい。ここはクリスマス用だ。安いとかではないですけど、まあ、便利ですよね。なんかここが24時間空いてたらね、もっと便利だし、私たちにとってもすごく良くてね、すごく来るんですけどね。10時までだからね。まあでもそっか。嘘、信じられない、安い。これがドンキだとね23ドルなんです。
知らなかった。ターゲットが安い、19ドル。ここはねコンタクト用品です。もしね忘れたりしたらねここで買われるのがいいと思います。目薬とかか。じゃあちょっと食器とかでも見てみますかね、お土産に。かわいい、6ドルです。クリスマスのマグカップたち。旅行できたらねこの辺は必要ないと思うんですけど、あとはスタンレーがここは置いてないですね。ターゲットとのねスタンレーのコラボがスターバックスか、スターバックスにいつもあるか。さあもう一回下に下がります。手洗いどこにあると？誰でも行ける？そう。いいね。ケシルかな？めっちゃ便利。いいねいいね。お手洗いもあるの？すごく便利。あれ？カルちゃん？私こっちから行くね。さあ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 、こんな感じかな。ちょっとサクッとね、もう10時になってしまう。もうあと1分前なのでね、この辺で今日はね、ちょっと終わりにしようかなと思います。結局何も買わずにお散歩するだけになっちゃったけどね。じゃあちょっと今日はねすっごい短くなってしまったかもしれないんですけど、一旦ここで終わりにしようかなと思います。マハロー。ではでは皆さんまた明日。あ、見て見て、スタバのさカップがもう変わっとうねん。クリスマスバージョンになっとるやん。ほらオーダーしたい飲みたいんだけど、ホリデーフェイバリット、ちょっとこの店内見ていい？シートある？あるね。何時までなんだろうスタバ。あ、こっちもあって、グッド。あ、確かにこのスーパーマーケットもあるし、ちょっと最近オープンしたあっちにもあるじゃんね、あのフードランドのところもね。え、これコンセントもあるし、あるしさ、めっちゃいいね。仕事もしやすいし、携帯も使う人はすごく便利。どこ？お、ほんとだ、こんなとこにある USB だ。いいね、こっちはコンセント。はい、ではではまた明日、バイバイ、またね。うわ、さ終わると言ったんですけどね、終わるって言ったんだけど、ちょっとパーキングまでウォーキングするからさ、やっぱりねちょっと続きをね撮ろうかなと思います。あ、騒が、お、危ない、騒がしいね。さすが夜のワイキキだ。あ、そういえばさ、ワイキキのノードストロームラックしばらく行ってないね。ちょっと今度来ようね。なんかすごいね、車もバイクもめっちゃめっちゃめっちゃうるさいやん。あれ、ここスタバ、あれ何だった、ここないだ、スタバだった。そうだね。あ、違う、バンクじゃんこれ。あ、これバンクじゃん、びっくりした。スタバあっち、ここここ。何も知ってないな。ねえ、あっちね、あっちのサイドね。クヒを通るのもねなかなかないからね。うん、あ、そうだね、最後あのソフトクリーム食べよう、ナナズグリーンティーのね食べよう言ってたけど閉まっちゃったね、10時までや。え、見て、ジャンバがクローズした。わーお、あらららら、ステーキ、アロハステーキ。
金曜日ですね。人多いね。多い？多いね。ちょっと今雨が降ったけみんな避難してるかな。あるかな、あるかな。あ、あれディスプレイはあるじゃん。見える？何のディスプレイ？あっちあっち、これ。これハワイアンエア。これ、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 これ。ああ、やっぱり全部ない。ないね。うん。ソールドアウトだよ。ほら。全部ない。よかった、買っといて。うん。これがそうだよ、リミテッドね。ハワイアンエアのダブルネームね。じゃあもういいよ、今日終わった。ないから。ないっていうのがもう分かったけんね。あ、今日も大谷さんいるかな。大谷さん、おるおる、見て見て。このデコルテにね。すごいよね。わ、見て見て、あれユニフォームある。本当？これ、ほら。セールするね。セールするのかな。多分ないね。違うね。うん、ちょっと可愛いけど。うん、行くの？あ、セールだよ今日。キツネセールしてる。リミテッドタイムオンリーじゃん。やばいやばいやば。まさかの。セールしとるやん。ちょっと、あー、40%ね。あ、40%？ めっちゃいいやん。ケンゾー買う？うん、いいね。どこ？ケンゾー？うん。どうどう？めっちゃいいけど何？トゥーマッチかな。でもこの60パーフは今40パーフだけど2点以上買うと60パーフだって。めっちゃいいね。うん、どう、うん、グッド、うん、ケンザオも可愛いですね。そっちめっちゃ高いね、ケツネね。でもケンゾーはハワイで着るならケンゾーがいいね。うん、生地がね、めっちゃいいね。いいですね、デザインもね。マーケット、うん、めっちゃ安くない？買っちゃったね、ニコもね、うん、375ドルが200ドル引きだよ、うん、210ドル引きだ、うん、とこのバッグは78、80ドル引き、うん、合計240ドル。いくら思うの？日本で？日本で多分5万円ぐらいすると思う、このパーカー多分ね。見せて、じゃーん。いい買い物できたね、旅行前にね。日本でいっぱい行きましょうね。今回はペアルックじゃなくて1個にしたね。うわ、これいいじゃん、サンバイザー、かわいい。860ドル。いやー、まさかのね、買い物しちゃったね。びっくりだね、まさかね。洋服を、しかもね、冬用の服を買うとは思ってもみませんでした。さあ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 、ちょっとね、本当にね、買う気なくていいか。私はね、アロハコレクションが欲しくてね、で、DFS デューティーフリーにね、行ったんですけど、まさかのね、キツネとケンゾーがね、40% オフプラス 2個目、2個買ったら2個目が 20% オフっていうのをね、60% オフってちょっと間違えて言っちゃったんですけど、 40% プラス 20% オフ、そう、のセールをね、やってて、もうね、思わずね、買ってしまいました。てか今回はカルちゃんも、まあ、お互い一緒に使おうと言ってるんですけどね、このそうフーディーとフーディーパーカー、パーカーは一緒に使える、バッグはカレちゃん用かな。なんでちょっとさ、このバッグもね、すごいね、使いやすそうで、日常使いにね、良さそうだったのでね、ちょっとこちらをね、開けたいと思います。いやー、それにしてもね、ほんとこれ、明日のね、Vlog と思ってね、撮影をしてきたんですけど、でまさかね、ちょっと緊急にね、今ね、もうちょっとこれは衝撃すぎて、しかも日本のお客さんもすごい多くて、
みんなもさ、日本で買うより本当に2万か3万ぐらいね、安いですって言ってたんですよ。だからこれはね、ちょっと今ね、ハワイにいらっしゃる方にね、お伝えしたいなと思ってね、緊急で回してます。緊急で回してますが、初めて使いましたけど。さあ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 、はい、じゃじゃーん、こんな感じのね、ウエストポーチではないんですけど、ヒップバッグでもないし、なんだろう、肩掛けもできるし、ショルダーもできるし、なんて言うのかな、日本語でなんて言っちゃろうか、日本語で知っとる、カルちゃん知らんよね。なんて言うのかな、なんて言うの、いっか、ショルダーバッグです。そう、何がいいかと言いますとね、これがちょっとね、ここら辺がまずね、まず一つ目にいいなと思った点は、ここもね、ここにメッシュのね、ポケットがある点ですよ。で、ここにこうやって絞りもできるし、でね、なんと言ってもね、すっごく軽いんですよ、これ。そう、びっくりした。で、ここにロゴが入っていて、で、ポケット、後ろ側にもポケットがありますね。あ、で、ここにはさ、キツネのマークが入ってる。で、中身はというと、ちょっと開けてみよう。はい、開けてみました。結構ね、いろいろと中に入りそうで、そうそうそう、ポケットもね、内側にここに1個あるし、これなんだろう、携帯とか、あ、鍵とか吊るす用のやつかな。あ、超便利。カルちゃんがさ、いつもね、卓球の服にもね、合うバッグを常に探してて、というか何個持ってるんだっていう感じなんですけどね、私たちね。私はおととい3日前にね、アロハコレクションのバッグを買ってるし、誕生日でもプラダのバッグもらっててね、何個バッグを持てばいいんだっていう感じなんですけどね、本当に。そしてさ、見てください、このここにもキツネがいる。あ、ちょっとピントが合わないです。見えるかな、ここにいます。あ、見えない、見えてるかな。うん、とにかくこれはね、いいと思ったし、日本とね、そう、日本とかね、まあ、年内ね、いろいろ旅行、仕事を兼ねての旅行も行くのでね、その時も使えそうだなと思って、こちらをね、ガルちゃんが買っておりました。はい、今ね、ショルダーをね、ちょっと出してみたんですけど、こんな感じですね。そう、これがね、いくらになってたかというと、元値はですね、どっちだ、こっちか、元値は150ドル、150ドルから 40% オフで60ドル引かれて、でさらに18ドル引かれて、でタックスフリーなのでタックスの分も引かれて、いくら、はい、とにかくすごく安いです。100ドル全然しないですね。70ドルぐらいかな。めちゃくちゃいい。でも元のこの150ドルっていうのもね、なんかもうちょっと高い気もするんですけどね、シーズン落ちなのかな。いや、でもこれはね、いい買い物したね。あれ、おらんかった。さあ、そしてもう一個がね、こっちはね、パーカーを買っておりました。ちょっとね、こっちもね、開けたいんですけど、これはまあシンプルにね、メゾンキツネってね、ここにロゴが、胸のところにね、メゾンキツネって入っているパーカーで、これはね、元値がね、375ドルです。見えてるかな、375ドルがと、こちらが375ドルが 40% オフで150ドル引かれて、でさらに安くな、45ドル安くなって、タックスの 8.48 分も引かれてるからさ、いや、いいですよ、本当にお得。可愛いしね、
もうみんなこれ買ってました。だからサイズがね、全然残ってなくて、これも現品だったんですけど、XL でね、そう、 L と XL 迷ったんですけど、でもやっぱね、ちょっと長袖を着ることがね、やっぱりこの下だと多いし、ちょっとゆったりね、ダボっと着るのも可愛いかなと思っていて、あとはカルちゃんがね、卓球のね、あと終わった後とかにね、サクッと着れる感じでね、ちょっとジャージ代わりにも使えるかなという感じで、こちらを購入しました。いい買い物だった。はい、というわけで今日はね、ちょっとね、緊急にね、この後ろにね、こんな感じで、DFS のね、ことをひっつけてしまったんですけどね、どなたかの役に立てると嬉しいです。ではでは皆さん、また明日。これほんと気持ちいい、分厚くて最高。バイバーイ。